100円ショップダイソーの、電子レンジ調理器ご飯1合炊きのご紹介でございます。なんとですね、100円ショップ100円でですね、ご飯が炊けるっていうすげえ画期的なものが売ってました。これがあったら炊飯器がいらないっつうこと。1合炊きですからね。一人暮らしだったらまあ余裕ですし、まあ二人家族なだったらね、まあご飯茶碗一杯分はこれで OK だということですね。で、一応まあセットの内容はね、まあこれ上蓋カチッとね、ロック機構がついてる上蓋があって、あと中蓋以上となっておりましてですね、どうもね、これ自体がご飯お米を研ぐことができて、これで蓋をしてね、これちょっとね、穴が開いてますので、これ蓋 C の水切りのということがね、できるわけですよ。100円ですよ、100円。例えばね、炊飯器がね、壊れて、急にご飯が炊けなくなったっていう時の代替としてもね、いいのかななんて思いますよ。ね、一応これ、説明書書いてありますのでね、まあちょっとざっくりね、説明しますと、電子レンジがね、600ワットか500ワットのどちらかしか使えないそうです。で、さらにね、弱にする機能があればなお良しということですね。まあこちらにね、ちょっと書いてあるんですけども、まあ大まかに説明するとですね、まあ例えば600ワットだったら5分間加熱して、弱に切り替えて12分間加熱するということらしいです。電子レンジから取り出してご飯全体を軽くかき混ぜ、蓋をして10分くらい、置いておきますと出来上がりですということですね。でね、弱キーもついてないやつ。こちらの場合は、600ワットだと6分加熱して、まあ、レンジから取り出して20分間蒸らしてかき混ぜて、もう一回蓋をして10分間置いたら出来上がりということですね。まあこっちの方が楽だね。どっちがいいかわかんないですけど。まあそんな感じでね、お手軽にできる、ご飯1合炊き。まあ次の動画ではね、これ実際作ってね、食べてみたいと思います。